今回のチャフィーズトラベルチャンネルはプノンペンのスカイランをご紹介します。日本大使館などが並ぶ静かでアクセスのいい高級エリアにあるコンドミニアム。デベロッパーの方に案内していただきます。気になる価格は最後にご紹介するのでお付き合いください。サービスアパートメント大手のアスコット社が管理運営を行っています。管理の行き届いた綺麗な廊下、見せていただくのはワンベッドルームの広いお部屋です。ベッドルームには大きめのベッドがあります。キッチン、ダイニング、リビング、冷蔵庫や電子レンジも完備。洗濯機はこちら。リビングには大きめのテレビ。バルコニーもついています。景色もいい感じです。ベッドルームにはデスクとテレビ、こちらはクローゼット、ライトもつくようです。こちらにも使いやすそうな収納があります。こちらにあるのがバスルーム。バスタブもあるラグジュアリー感の高いバスルーム。リビング側からも入ることができます。シャワーはレインとハンド。次はファシリティを見ていきます。まずは最上階にあるプール。程よい大きさで最高のロケーション。こんなプールでゆっくり過ごしたいです。素晴らしい眺めです。こちらはラウンジ。朝食が提供されているようです。ジムの様子も見ていきます。マシンはかなり充実しています。有酸素系マシン、筋トレマシン、こちらはヨガスペース。
こちらはレストルーム。サウナも完備されていました。サマーセットが運営している管理の行き届いたコンドミニアム。チップモンのモールや イオンモールもそばにあります。参考販売価格となります。宿泊サイトでは1泊4000円からでした。今回のチャヒトラはプノンペンのスカイラーバイメリディアンをご紹介しました。水曜日と日曜日に動画を更新していきます。ぜひベルマークのクリック、チャンネル登録よろしくお願いします。